船橋市内の保育園に障害のあるお子さんが受け入れてもらえず、お母さん、お父さんが辛い思いされているケースが見られます。父母の方々との対面での懇談や LINE グループでの意見交換を重ねてきました。そして何度も保育園の受け入れ体制の整備を議会で市に要請してきました。保育園が障害のある子を受け入れることで、障害のない子も含め自然に共に生きる姿勢が芽生えていきます。公園の遊具でも障害があってもなくても一緒に遊べるようなインクルーシブ遊具が考案されています。この遊具の導入陳情は議会で可決されました。障害のある子の保育園の受け入れに関し、市は3月17日の答弁でようやく2024年、つまり来年4月から受け入れ施設の拡充をすると明言しました。同じ地域で住む子が障害のありなしで差があることのない船橋を目指していきます。